これ理科の実験みたいになっちゃった。何が作りたかったって？あの百貨店で売ってるさ、高級なやつ、ぷっくりまん丸でシワがいってなくって緑色で皮がピンと張ってて、あれがね、作りたかったの。まず緑はね、めっちゃ大変みたい。和菓子屋さんがね、あの緑の青梅の甘露煮作ろうと思ったら、銅板を入れたりね、銅の鍋で炊いたり、なんかえらいめんどくさい工程だった。もう諦めた。で、二つ目にね、青いまんまの色をキープできるやり方、劇薬を入れるらしい。劇薬取扱責任者みたいな資格がないとそれ売ってもらえないんだって。何、そんなもん使ってたのって。でお手軽簡単にやるとしたら、緑の食紅、まあそこまでしてね、緑にこだわることはないか。でもせめて皮の張りにはこだわりたい。まず煮崩れしない、潰れてない、シワシワにもなってない、張りがあってプルンとしたこの表面、避けてもダメ。そこにこだわろうと思うとね、なかなか上手にいかなかった。ラストこれならできるかもと思ってやろうと思ったらね、もう青い梅が店頭から消えてた。完熟梅しかどこ行っても売ってない。もうリベンジはね、来年にする。来年の梅のシーズンに上手にできたらまたあの動画あげるから待ってて。で、今日はね、これはしちゃダメよっていうのだけは伝えられると思ってお届けいたします。ビールで炊くっていうやり方と、炭酸水で炊くっていうやり方で、水で炊くっていうやり方をやってみました。まず一番手、ビールでやってみるっていうね、レシピを試してみた。まず結論から言うならば、ビールでやるこのね、鍋で炊くっていうやり方、やらない方がいい。これはね、どう考えてもね、うまくいかない。まず分かったこと、一回でも沸騰させたりすると強い火が入ると、あの煮崩れしちゃう、裂けちゃう。それだけを頭に置いて、でこのビールでね、炊き始めました。最初レシピ的には弱火で15分から20分、沸騰したら消すっていう書いてあったのね。ははっと思って、弱火で始めるじゃない。弱火で始めるとさ、なかなか沸騰しないのこれ。で10分経ちました、15分経ちました、20分経ちました、それでもね沸騰しないのよ。35分経ちました、それでも沸騰しない。するとね、これですよ、どん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 ビールはね泡立ってくんので、どん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 ね泡が立ってきて、梅が見えなくなるのこれで。1時間一番上までね、梅が見えなくなっちゃって、梅がどんな様子かね見えないのよ、もうすでに。でも触ったら煮崩れすると思うじゃない。だからね、触れないのね梅が。でもいかに言ってもビールにね手突っ込んでみた、まあ、熱そうな雰囲気してるんちゃうと思って、もうこれ以上炊いたらさ、鍋から泡がさ溢れると思って、1時間でこれね、何にも見えないけど梅の姿が、火を止めました。だんだんと泡が消えて梅が見えてきました。あー、なんとまあがっかり。もう煮崩れてんじゃないの、皮剥げてんじゃないの。レシピ通りにさ、やろうとしたのよ。弱火で20分沸騰したら消す、そんな風にいくわけがないじゃないの。もうダメ、ビールはねおすすめできない。次見つけてきたレシピがね、今度は炊飯器でやるっていうやつだったの。炊飯器ならとりあえずさ、低温をキープしてくれるんじゃないかしらと思って、炊飯器のね、保温高い、保温低いっていう2種類があったわけ、この炊飯器で。調べたら、炊飯器って保温60度から74度に設定してあるんだって。だからまあ74度くらいかなと思って、高いっていう方の設定でやることにします。炭酸水がね、これ半分余ってんのがあったのよ。そうだ、この炭酸水入れようって、炊飯器に梅入れます、炭酸水入れます、あれ足りない、じゃあ半分、あと半分は水ブレンドします、お砂糖入れました、はい、保温高いっていう風に設定しました。やってみます。
恐る恐る開けてみましょう。あれ、皮が裂けてる。まあ、ビールよりかはねマシな雰囲気。下にねまだね、でもこれねお砂糖がね溶けてなかったりするのね。んでももうね皮が裂けてるからもうストップします。保温は切りました。くっそー、いい梅から使い始めてからさ、もうさボロの梅しか残ってないのね。これ仕方がない、3回目だ。ビール炭酸水ときてさ、少しあの潰れ具合が減ったんじゃない？これもしかして炭酸水に水混ぜたからかなと思って、今度は水オンリーでやってみます。はい、残りの梅炊飯器入れます。水をひたひた入れます。お砂糖を入れます。保温高いっていう方の設定にしてかけてみます。さあ、恐る恐るパカーン開けてみました。ん？皮は裂けてないようだな。でもなんか柔らかい雰囲気が漂ってない。ちょっと用事で刺してみる。まだもうちょっと硬いんじゃないっていう人もね含まれてる。ってことで柔らかそうなのだけ引き上げて、まだ硬そうなのはそのまま保温の中に置いとくことにします。さあ、こんな風にしてね3回も青梅の甘露にチャレンジしてみました。お水で炊くより炭酸水、これはね早く柔らかくなるっていうのはね確かだわ、本当のことです。でビールとただのね炭酸水どこが違うかって言ったら、ブランデーで梅酒つけるのとホワイトリカーで梅酒つける、そんな違いって感じ。味的にねただの炭酸水はさっぱりキリッとした甘さ、ビールで炊くとコクっていう言い方は違うかもしれないけど、キリッとした甘さじゃなくちょっと濃厚な雰囲気になるっていうのかな、そんな感じでしたよ。で、炊飯器でやるっていうのいいなとは思いました。その代わり保温の設定高いっていう方じゃなしに低いっていう方でやれば上手にできるかもしれない。で、梅の状態によってね同じようにね青い色してたとしても梅の種類によっても違うかもしれないし、で3回した後でまたね新しい情報仕入れました。同じようにねやっぱり梅が煮崩れしちゃうと、なぜ煮崩れするんだろうかっていう問いにお答えしますっていう人がいて、その人がね書いてたことが、梅はね弱火で煮ると思っちゃいけないんですって。ちょっと厚めのお風呂に入れて温めるっていう意識なんだって。そうかと思って、ゆっくり温める、急にね熱が入ると水がね一気に入りすぎちゃって、で皮が破けるらしい。だからゆっくり熱いお風呂で温める。ちょっとこれ採用してみる。ちょっと北の方の地域の方でまだ青梅今からでもね甘露に作れるっていう人は、どういうつもりでちょっとやってみたらいいかもしれない。来年頑張ってリベンジ青梅甘露に作りたいと思います。それでは皆さん、私の失敗を参考にどうぞやってみてください。